でんご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 どうもどうも、こんばんは。仕切り直して今から始まった風にしてます。今回のね、配信はね、ちょこちょこやってきてた、写真画像募集配信なんですけども、バレンタインデーですが、バレンタインには特に関係ないね、失敗した買い物を見せてください配信ということでやっていきましょう。で、ニコニコチャンネルでやってまして、まあ途中まではどなたでも見られるようにしようかなと思ってるんですけども、まあまだわかんないですけど、その途中までの部分、YouTube にも上げてみたりしてみようかなとか思ってたりしてまして、まだわかりませんけどね。もしかしたらそういうことになってるかもわかりません。はい。チョコレートはね、Amazon から送っていただいたのはね、いくつかありましてね。今も自分の部屋に入る通路は埋まってて、二度と出られない状態になってますね。ありがたいことに。ですね。今回の企画、詳しくは、配信の説明文にブロマガのリンク貼ってあるんで、そこを見ていただいたらいいんですけども、とにかくですね、何かしら失敗した買い物っていうのを誰しもが持ってると思うんです。あれは失敗やったな、今思えば失敗やったなとかいうものもあると思うんですが、でもなぜか、捨てられずに、タンスの肥やしになってるなと。タンスってねえ、なんかこう捨てられずに置いてるなみたいなものあると思うんですね。そういったものをこの場で見せていただきまして、でみんなで笑い飛ばして供養しようと、お焚き上げしようという企画ですね。告知が2日前ぐらいですかね、だいぶ急だったんですけどもね、結構たくさんの応募いただきましてありがとうございます。時間の許す限りですね、紹介させていただけたらなと思っております。で、今日の配信開始がちょっと遅くなってしまった理由の一つなんですけども、募集するんだったらね、僕もちょっとやらないとな、参加しないとなと思いまして、写真撮ってました。今回の企画はですね、その失敗した買い物、なんですけども、その失敗だったなという品物に今一度最後に日の目を見せてあげようということになっておりますんで、なんとかね、その失敗だったなというものもなんとか活用して、その写真を送ってくださいということでやらせてもらってます。じゃあね、最初に、じゃあ自分のやつをね、見ていただきたいと思います。入会ありがとうございます。はい、僕のね、失敗した買い物っていうのはね、身につけるもので、もうこれ何年前かな、10年以上前かな、兄弟と一緒にとあるところの、アウトレット品を扱ってるお店なのかな、なんかよくわかんないんですけどね、そういうとこ行った時に、僕ってそのおしゃれとかに本当一切興味のないね、気持ち悪い人間なんですけども、
そんな僕のことをまあまあ案じてか、その兄弟がね、お前こういうの、こういうの言ってみたらこれめっちゃええと思うで、って言うて言われて、え、マジで、え、こんなん使うみたいなやったんですけど、あまりにもあの兄弟が言うから買ったっていうねものが、こちらになります。これね、靴なんですけど、ちょっと暗い玄関で撮ったんでね、分かりにくいんですけど、銀色のなんかすごいでしょ、なんかようわからんベルトがあってね、取ってじゃないよ、クロックスのあの後ろから前にガッてくるやつみたいな、銀ですよ、これやばいでしょ、これやばいでしょ馬乗る時のなんなんこのベルト、どこを締めるやつなんこれこれなんなんこれ、一回も履いてないんですよね、これはちょっとあかんなということでね、一回ぐらいはまあまあ日の目を見せるというのが今回の企画ですから、履こうということでね、まあ履こうとしてみたんですけどね、あのね、ここに足引っかかって履けない足の甲へこみましてこのファスナーのこの金具でも足の甲へこみましてね、一回も履いてなかったんですけど、どうやら履けなかったいやでも当時は一応履けたような気するんやけどな、ねえ、これやばいでしょ、まあでもなんとかして活用せなあかんっていうのがね、まあ今回の企画ですから、まあまあ本当はね履いておしゃれに写真撮ろうかと思ったんですけど、まあ履けなかったんで、卒業証書入れとリモコン入れにしまして、もう苦肉の策ですよ。ねえ、こういう風にまあまあ活用していこうかなと。卒業証書って置き場所困るからね。ねえ、これね。これね、ほら時間がもう午後8時56分ってさっきなんですよねさっきなんですよ。あと一応暖房やのに16度っていうこの二重のボケが入ってるんですけどね、これね暖房やのに16度っていう、まあもう開始9時から開始って言うてる配信になんとか間に合わせなあかんけど、どうしようっていう苦肉の策がこの暖房16度っていう、まあボケですね。ちょっと苦し紛れなんですけど、まあまあ僕のその失敗した買い物はこれだったなと。やっぱベルトダサい。まあこういうことになりましたね。まさか履けへんとは思わへんかったわ。ねえ。なんとかして処分せなあかんね、これね。はい。ということでね。まあ、言ったらこういうことです。言うたらこういうことですね。ちょっと薄暗い玄関で撮りましたんでね。色もよくわかんなかったと思うんですけど。失敗ですよね。まあこういったね、失敗した買い物を皆さんに見せてもらおうということです。
ありがたいことにね、まあ、かなりいただきましたんで、これも30通超えてるんちゃうかな。どんどん紹介させてもらえたらなと思います。飛び込み応募もまあまあありなんですけど、画像募集配信はいつもね、その飛び込みがすごくてね、で飛び込み応募の場合、全体的にそのちょっとこう面白度が低めになりがちだったりして、最終的にそんなに面白くない飛び込みが後半に固まるっていうことがねちょこちょこありましてねそれはできれば避けたいなと思ってるので、飛び込みに関しては、全てを紹介できない恐れがあることをご了承ください。いやでも面白いやつならもう飛び込み大歓迎ですんでね。ということで、ここから応募いただいた、失敗した買い物をね見ていきたいと思います。まあもう単純に早い順で紹介していこうかな。いやちょっと順番は適当に考えた方がいいな。もうすごいのがあってね、もうそれはもう最後かなって思ってるんですよね、じゃあ適当にいきましょうか。ではどんどんいきます。数いっぱいありますんでね。ラジオネーム、まあラジオというかね、あれですけども、ミスター国士無双さんからいただきました。20代の男性の方、歳三さん、チョコが食べたいけどこの時期なんとなく買うのに躊躇してしまうリスナーの皆様こんばんはと。わあ、まあね、この時期ね、自分だけのためのチョコも買いづらいとこあるからね。お初にお目にかかります。いつも楽しく配信を拝見させていただいておりますと。失敗した買い物を見せてもらう配信ということで、数年前に購入したある身につけるものの画像を送らせていただきます。自分は綺麗好きで、自分は綺麗好きで1回身につけるごとに交換しているので、あってもうたくさん困らん、ちょっと文章変やな。たくさんあっても困らないと思いまとめて購入したのですが、なかなか身につける機会が少なく困っています。皆さんに見られるのは少し恥ずかしいですが、よろしくお願いしますと。見てみましょう、こちら。なるほどねなるほどね。なんでかポール、鉄拳のポールのことを調べてますけどもね。確かに、まあ、1回使うごとに交換するやつですけどもね。こんな買っちゃったか。一応ね、身につけてるところもね、送ってもらわないといけないということでね、こちらがね、こらこら、魚肉ソーセージなので多分大丈夫ですと細って思ったからね、これね、うわー、怖い、モザイクあった方がええな、これしょっぱなにこれかい。ちゃんとその魚肉ソーセージ食べたんでしょうね。ありがとうございます。まあまあ、いっぱいあるね。なんとか活用しないとね、その、置いといても意味ないからね。じゃあ次行きましょう。歳三さんこんばんは。吉平と申します。はい、吉平さんこんばんは。失敗した買い物ということでメールを送らせていただきます。買い物と言っていいのか分かりませんが、僕が失敗したのは部屋選びです。なるほど。部屋選び。
住んでみて分かったのですが、低いです。とにかく低いんです。写真をご確認いただけると分かると思いますので、よろしくお願いしますと。見てみましょう、こちらあ、なるほどねなるほどね、低く完全についとるやんついてるやんか、もう下に。これは低いわ。手すりじゃないのこれ、ただのあー、これは失敗してますね。これきついなー。吉平さんいい人なんやけど、あのシャツの裾なんか汚いのよねって言われてるよねまあこれは、うわ、これは失敗やな。下になんかした方がいいよねあー、こりゃ低いわ。失敗ですね。まあまあまあ、買い物と言っていいのか分かりませんが、こういうのも全然ありだと思いますね。もう着るしかないよね、この服ね。もうバーって七分丈のあの服しかもう買われへんよね、もう。まあそれだけで引っ越すのもありやしね、我慢するしかないのかな。下の方まで日当たりはそこそこいいんですけどねありがとうございます。どんどん行きましょう。失敗した買い物。歳三さんこんにちは、ワン君と申します。ワン君さん、どうもこんにちはというか、まあこんばんはというか、今回も面白い企画だな、自分もそういうものあるかなと思う間もなく、すぐに写真撮影に取り掛かったものがありますと。ジェフリー・キャンベルの靴です。わかります皆さん、ジェフリー・キャンベルの靴。こちらのブランド、もしかしたらまあ、あーみたいな風にわかる人もいてあるかもわかんないですね。こちらのブランド、奇抜な靴が多く、ヒールやストリー、ヒールやストームがアクリルの箱のようになっていて、その中にバービー人形の首だけがたくさん入った靴とかもあります。え、何もう怖っ自分が持っているものはセールで半額以下になっていたので購入しました。デザインはとても気に入っています。一度も履いていませんどういうことでしょうね理由は重さなのですが、一足 1.3 キロあります。 1.3 キロ これを履くと両足にジャンプ一冊ずつ縛り付けているのと同等のウェイトになります、ヒール高16センチでモデルのような足の長さになって嬉しいのですが、まず移動が困難、帰りは別の靴に履き替えるにしても 1.3 キロの荷物いつか履くだろうと思っていたのですが、購入から3年経ちましたこれは失敗した買い物だと、今回の企画でこの靴について考えたことによって気づかされました。ありがとうございます。これでバッサリ捨て、いやいや活用企画でしたね。ということで、一応履いてる絵がこれこれみたいなんですけど、すごいねこれ。ここの部分が全部そのアクリルってことか。うわ怖っこ、何これ。活用企画でしたね。活用しました。やはりデザインは気に入っているということで、フォトジェニックなオブジェにしました。こちら、あ、綺麗ですね綺麗ですね。このアクリル部分がその
光を通すからね。うん。写真撮りました。捨てます。結構綺麗ですよね、このギザギザの部分とかね。オブジェとしてね、活用するとしてみたということですね。これどこかな、トイレかな。いやー、これはね、まあ、失敗なんでしょうね。まあ靴の失敗はもう僕も人のこと言えないんでね。すごい形の靴やな。ありがとうございました、ワンくんさん。どんどん行きましょう、お疲れ様です、よろしくお願いします、ラビーさんからいただきました。添付画像は放送的にアウトなら、途中で止めといてくださいと書いてますね。そうしといた方が良さそうですね。今回私が購入したのはこちら。とりあえず見ますか。見るのはいいんですけどね、ラビーさん、あの画像1枚 5.2 メガあるんでちょっとしんどい。しんどいな。ジェフリーなんとかの靴ぐらい重いな。こちら、ノロカヨ、すんごくでかいのこのお尻、見慣れたかしらです。なんやねんこれ。発売が約4年半前ってことかな、4年半前にもかかわらず現在のアマゾンのレビュー件数が3件という人気ぶり。元 AKB48 のイメージビデオということで期待などを膨らませて視聴しましたと。期待などを膨らませて視聴している様子がこれですね。なるほどね。期待してますね。あの北海道の町会議の時に俺が書かせてもらったサインがあるな。気になる内容はというと、タイトルからして尻押しなのにシミやかさぶたが散見されるリアル思考。着ている水着から糸がほつれたまま撮影が続いているスタイリストの強気感。いや、これ一個一個ね、画像あるんですけどね、あの、まあ売ってる DVD の映像っていうのと、あのマジでもうマジで汚いケツやから、ちょっとこれちょっと見せんときましょう。エンジンのかかっていない密閉された車内で熱いよね熱いよねを繰り返し発言し、アイスを食べるサービスカットかと思いきやチュッパチャップスを加える斜め上の発想。ストリップ劇場でポールダンス用のポールを片手につかみ、終始軽めのステップを踏んで上下に揺れる市営バス乗ってるんかシーン。そして第三者の手で体を洗われるものの、うわーやめてというセリフがセガのぷよぷよシリーズに出てくるシグよりも無感情な演技、むずいな。ダサいパーカーを着て青竹踏みをし、延々と笑顔で痛い痛いを連呼する、とうとうどの層をターゲットにしているのか不明なシーン。ノロカヨさんはね、もう今やもうすっかりお笑い担当のね方ですからね。以上のことから結果的に海のシーンのさざ波の音のみを楽しむ DVD だと分かりました。やっぱり篠崎愛ちゃんが一番でしたね、歳三さん。ラビーさんが僕に送ってくれた篠崎愛さんの DVD、まだ開けてないです。まあでもあのこれよりは
そうなのかもしれないですね。頑張ってたんやな。チャンネル登録このタイミングで。どんどん行きましょう。はじめまして、としぞうさん、さとこと言います。さとこさんどうもはじめまして。今回は母親の失敗した買い物を紹介します。ギターですと。母親が1000円で販売していたギターが売られていて、母親が好きな曲を弾きたいと言って購入しました。その言葉から5、6年くらい経ちました。一切弾いていないし、触ってもいないです。ギターが泣いてますと。これね。いや、まあまあ。触ってないのが分かる持ち方ですよね。どこ持ってんねんってなるからね。襖の家にギターは合わん。ハートでごまかされへんぞ。まあね、お母さんがね買ってるもんですから、それはもうさとこさんは分かんないですからね。いやまあでもまだわかんないですよ。まだわかんないです。これからさとこさんが弾いて、あのすごい才能を開花することがあるかもしれん。そうなったら失敗じゃなくなるからね。1000円か。1000円でギター売ってたら、まあやんわり興味あったら買ってしまうかもな。はい、ありがとうございました。おかんにその話したらどうなるんやろうね。いろんな失敗した買い物があるんやな。じゃあ次行きましょう。次はですね、本文から行きましょうかね。私はトーストするのが殺人的に下手くそな人間で、あまりパンを買わないのですが、トーストするのが下手ってどういうことやろな。この前臨時収入があったので意気揚々と食パン一斤を買い調理した時の写真ですと。こちら。焦がした上に冷蔵庫の中のジャムたちがすべてかびてました。そしてこの家に残された調味料は味噌と醤油と緑茶パックのみでした。緑茶パックは調味料ではない。しかし日本人の誇りを見せました。完食しましたと。すごいな。どういう風にやったらこうなるっていうか、切ってから焼かな。いや逆に一斤をどうやって焼いたんや。一斤を片面だけどうやって焼いたんや。怖っ。キラークイーンとキラヨシカゲはかっこいいけど、これどうやったんやろうな。でも完食したら偉いですね。味噌と醤油と緑茶で完食したんや。むちゃしやがって。PS 全然としぞうさんとデッドバイデイライトマッチングしないんですけど、なんか呪われてるんでしょうか。知りませんけど、パンに恨まれることでもしたんちゃいます。瞑想の松さんですね、ありがとうございます。黒いなぁ。焦げすぎて白くなってきてるやん。黒の向こう側行ってるやん、これ。怖っ。怖っ。お大事にね。お腹大丈夫ですか？どんどん行きましょう。
としぞうさん、こんにちは。こんにちは。いつも動画楽しく拝見しております、毎日更新とっても嬉しいですと。YouTube の方の話ね。そして本題の失敗した買い物ですが、人にプレゼントしたものなので写真がなく、ネットから拾ってきた画像はなしとのことでしたが、イメージ画像として見てくださいと。チャンゲロソニック2017で歳三さんに差し入れさせていただいた T シャツですと。ありましたね、ありました、ありました。こちら。これ今思えばサイズもおそらくレディース。歳三さんの趣味ではないものでした。あの後、部屋着にしますねと言っていましたが、着れましたでしょうか。ということですね。これからも一ファンとして応援させていただ、一ファンとして応援させていただいます。言ってますね。ありがとうございました。お名前は、たなみさん。ありがとうございます。なんか、ね、気持ち悪い猫のやつですけど、なんか、有名は有名なんですかね。いや、これね、ちゃんと、持ってますよ。ちゃんと袋からも出して。ただ僕ちょっとね、冬場はもうヒートテック以外着られない。ヒートテック以外着たら死ぬ人間なんで、ちょっと、まだちょっと着れてないですけどもね。着てんか。夏に着ます。着てます。着てます。今も着てます。袋から出てる分、篠崎愛の DVD より先行ってる。そう、篠崎愛、ラビーさんからもらった篠崎愛の DVD は、ビニールすら向いてないからね。ありがとうございます。俺、手触りめっちゃいいんですよ。まだ着てないけどね。その安物 T シャツ感がないんですよね。柔らかい、いい手触りやからね。触ってるだけで満足しちゃったっていうか。来ます。絶対に。ありがとうございました。どんどん行きましょう。としどうさん、こんばんは。急な企画告知で、こんな期間の短さじゃ、今から失敗したくてもできないじゃないか、と憤慨していたのですが、めっちゃ怒ってるやん。部屋の中を見渡してみると自分にも心当たりがあるものが。夏場のノートパソコンの冷却用に買った卓上扇風機なのですが、これですね。正直効果があるような気がせず、買った意味がなかったかもと落胆していたのですが、今回の企画を機に何か活用法はないかと真剣に考えてみたところ、子どもの頃の一つの夢が実現しましたと。何でしょうね。これで近所の買い物も楽々、世界記録更新も夢ではありません。どういうことでしょう。写真こちら。アホやな。アホやな。絶対にコンセントどこにも刺さってないし、絶対にコンセントどこにも刺さってへんし、サドルにめっちゃハトフンついてるし。アホやな。このような夢の実現へのきっかけを与えてくれた歳三さんに感謝です。兵庫県男性メバルさんからいただきました。電源あったとて。いい人なんやろうな。
うん、ほんまに。うん。軍手挟んでる。あるもんで頑張ったな。いや、ありがとうございます。まあまあね、効果がない卓上扇風機にするよりはね、これはもう見た目のインパクト込みでね、活用できてますよ。スピードアップの効果がなかったとて、見た目の効果は周りの人が感じるわけですから、絶対に、うん、卓上扇風機として使ってるよりこっちの方がいいですよね。うん、ほぼ原付き。ほぼ原付きやんね、こんなんね。自賠責保険入っといた方がええんちゃいます。はい、メバルさんありがとうございました。ですね、どんどん行きましょう。子供の頃からの夢は割と簡単に実現できたんですね。ちょっとね、僕ネットの下り回線が貧弱すぎてね、画像のダウンロードに時間がかかっちゃうんですけども、すみません。これは全部ダウンロードしてからの方がいいな。よしよしよし。はいはいはい。OK ですね。歳三さん、リスナーさん、こんばんは。どうもこんばんは。いつもこっそり応援していたら、どうもり動画にさりげなく映っていました藤子と申します。藤子さん、初めて歳三さんの企画に応募しますと。ネットで注文した商品の元画像と私です。ということで、じゃあネットのページね、これね、ワイドレッグパンツスーツ、大人カジュアルパンツドレス、結婚式二次会、パーティーサロペットレディース、ブラックよりも柔らかい印象を与えてくれるネイビーカラー、落ち着きのある大人カラーですね。これね、と私ですと。こちら。忍者。ちなみに商品は M サイズで、モデルさんと同じものを着用しているはずです。画像もう一枚。うん。うん。うん。はぁ？うん。はぁ？なんでこうなるんやろ？なんでこうなるの？一応バグ手に持ってサングラスかな。サングラスいるんやな。うん。これは何やろな、これ何やろ、何やろ。おー、何やろな。
ね、シュッとしてるね、シュッとしてるよね、ストンストンとしてるよね。ここで初めてお披露目し、この洋服とはおさらばしたいと思います。どうしようもないものにスポットを当ててくれる素敵な企画をありがとうございます。これからもこっそり応援しておりますと。この格好で応援してるんですか。ここが出てんのかね。だからもっと下にストンってこう落としたらええんかな。いやちょっと俺分からへんけど、めっちゃ面白いです。ベテランくのいち。ありがとうございました。いやいやおもろいな、これは。これは失敗してますね。あーおもろい。まだまだありますよ。まだまだあります。1時間弱来たか。じゃあこの調子でですね、どんどんやっていきましょう。そろそろじゃあ切り替えましょうかね。会員さん限定に切り替えさせてもらって、あと多分 YouTube に上がるのは多分ここまでっていうことにじゃあなるんじゃないでしょうか。いやーおもろいなー。ありがとうございました。ここまで見ていただいた皆さん、ここまでだけでも多分今年一番笑ったんちゃうかな。はい、ではこの先、会員さん限定に切り替えさせてもらいたいと思います。あとまあ YouTube 動画用に言っておきますと、YouTube でご覧の皆さんありがとうございました。はい、ではでは切り替えさせてもらいます。